ティシェルでございます。皆様方はちょっとおねんねタイムなんですけれどもね、みんなねんねしてます。これはい、みんなおねんね中でございます。かえちゃん起きた、起きたあんた、ね、でいちごちゃん、いいということで、いちごちゃんもちょっと起きました。先日ニュースの関係の動画を2本上げました。で、ブリーダーが逮捕と、コロナウイルスに関係ですね、出させていただいたんですけども、これらについてのコメントがたくさん、来ておりますので、それらをちょっと今回はお返しさせていただこうかなと思います。まずトップバッターですね、小野さんでございます。私はこういったニュースを見ると本当に悲しくなります。動物は言葉を話せません。どんなに辛かったでしょうと、動物のね気持ちになって考えてみろと言いたくなります、ということなんですけれども、まあこれね、ブリーダーがもう何十頭もワンちゃんを殺したと、まあその中で猫ちゃんも含まれてたよという話でございます。これね、本当にね、もういろんなことをやりすぎて手が回らなくなったっていうブリーダーです。だからこの人はもうプロとしてはちょっとまあ失格レベルですね。もう失格です、こいつは。自分の力量わからないにもかかわらず、もういろんなことをやりすぎてしまったってですね。以前この人のホームページというか、まあペットショップのね、そのショップのね、ホームページ見ましたけども、販売とホテルにブリーダー、そして、ペットトリミングか、やってたということで、もうめちゃめちゃやってるわね。一個だけでもすごく大変なのに、こんなにたくさんやってたわけですからね。やりすぎ。いくらそんなね、知識持ってたとしてもですね、そんなの足りない。もう体が足りない、そんなの。一人じゃそんなにやれないし、人員雇ったとしても、今のこのペット業界の、人員ですと、そんなにね、たくさんの人間が、まあ、雇えるような状況でもないし、結構女性が多いので、まあ、退職が早かったりとかね、まあ、いろんな事情で、その仕事を離れてしまうということもたくさんありますから、でしかも若い方向けですからね、今の、まあ、向けというか、需要がね、若い世代かな。結構、年齢いってる人ってのは、あんまり申し訳ないですけど、私はちょっと見ないですね。年齢いってる人は結構そこのオーナーだったりとか、そういう人が結構多かったりね、ベテランの人ってなかなかいないかな。見ないんですけどね。若い人ばっかりですね、私がよく見るのは。そういうちょっと需要がやっぱり女性で若い人なので、職をすぐというか、まあ結構離れやすかったりですね、結婚したりとかお子さんができたりという状況下で、まあやっぱり人手がね、それだけもうかれこれこれパッ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 とこう移動が激しいにもかかわらず、そういう世界にもかかわらず、こんなたくさんのね業種を一気にこんな詰め込んでやってるから、そんなもん無理でしょうよ。そんなもん無理やと、もうプロの、にも癖して、そんなこともわからなかったんですかって感じだね、こいつ。だからまあ何十頭もワンちゃんを殺してしまったという状況ですね。はい、で続いてですね、西原さんですね、いるんですね、そんなやからがとか、そんなんは一生牢屋から出てこなくていいんですよって、先進国ではそんなに厳しいんですね、知らなんだと。日本も売っちゃいけないとか、免許制度とか必要ですよねと。飼っても可愛くないとか、しつけの関係で殺処分とかされる子たちがたくさんいるのにと。日本の法律はそんなの考えないのかなと思いますよと。免許制度があれば、しつけの訓練も受けた上で飼うってことを、なら飼い主がもちろん他の人やワンちゃんの他のワンちゃんの危害を加えたりないはずですね、ということでございます。そうですね、まあ免許制度、まあこれやっぱ日本入れるべきじゃないかなと思います、私ね。はい、通信制とかはもちろんダメです。もう全然お話にならない、そんなの教科書読んどいてじゃダメですからね。やっぱ実践が必要ですから、もう専門学校みたいな感じでね、もう学校に、もう社交みたいにこう学校通わなきゃいけない。通って、もう社交みたいに通って、もう実技も、学科もちゃんとやらなきゃいけない。もう知識つけてないやつは、もう飼っちゃいけない。ペット飼っちゃいけないみたいな。もうそういう状況を作るしかない。ね、
ほんで、あとはもう、本ちゃんの試験ですか？本ちゃんの試験を受けて、実際に、まあ、合格しましたら、免許を買って、ね、免許をもらって、その免許で、ようやく、ワンちゃんたち、自分の好きな猫ちゃんだとか、ワンちゃんたちが飼えるという仕組みをやっぱ取り入れないとね、ダメだよね。これはね。もうそれぐらいしないといけない。もうそれぐらいしないと、もう全然あかん。あかん。だからもう車乗るぐらいの勢いの、状況を作らないと、もう多分治らないと思う。もうこれだってこれ以上その罰金だとか厳しくしたとしても、頭のいい人は絶対その、必ず抜け道見つけますからね。必ず抜け道見つけますから。だからもう罰金だとか、もう法でね、制度、この罰のところを強化したとしても、絶対抜け道で行かれちゃいますからね。だから、その始めの、やる始めをすごい厳しくしなきゃいけないね。そこをお前見直せよっていうふうに思うんですけど、他の国はちゃんと見てるわけですけど、日本はまあそんなに力は入れてないというのが、まあ現状ですよね、本当に。で、続いて、ともさんですね。たまにこのようなニュースを見ると、悲しいやら腹立つやらと。物じゃないものに物のように扱うなんてと、憤慨りますと。ブリーダーの免許制度素晴らしいですね。日本にも復旧してもらいたいですと。少しでもこのようなことが起こらないためにも、ということでございまして。もう本当にそうですね。ブリーダー、だってブリーダーからこう始まりますからね。ワンちゃんの流通っていうのは。ブリーダーからこう、ペット、オークションに行きまして、そのオークションから、ペットショップから、一般家庭に行くっていうのが、まあ大体の流通でございます。まあもちろん、ブリーダーからいきなり家庭の一般家庭に行くってこともありますけれども、ね、やっぱこの一番最初ですね、ここをやっぱ厳しくしないと、むやみやたらにワンちゃんか、で、血統症のワンちゃんバーバーバーとかあって、で、購買させて、で、どんどん子供を売って、はい、オークション、ね、これでいっぱいお金入る、つって、こんな感じでやったりしますからね。だからもう、ここの一番最初めちゃめちゃ厳しくせえやって。で、こうやって、例えばまあ、今これ、この子たち今、物音で起きて、ワンワン吠えてますけど、こういったところもちゃんと見れないといけないですよね。ママちゃん、ゆず、いちご、ちょっと戻れ。こっち。こっち戻って。ゆずちゃん。いちごもちゃんと戻って。はい、そう、えらい。こっち戻って。そう、ここ来て。ね。はい、ここ来て。ね。はい。このようにですね、ちゃんと、まあ、ワンちゃんたちが興奮したとしても、まあ、常日頃からしっかりと、しつけをして、いれば、まあ、こういう状態になるわけですね。カエデちゃん、森子。カエデちゃんはうちのワンちゃんじゃないけど、ちゃんと私の考えを学んでますから、こういうふうにちゃんとやってますね。えらい。いちごもちゃんと戻りましたね。いちごちゃん。えらいね、あんたも。森子さん。はい、あいよ。まあ、ちょっと話を戻しまして、まあ、こうやってね、やっぱり制度入れて、まあみんながだいたいこういうレベルになってくれれば、もう全然問題ないわけね。もう全然、もう安泰ですわ。安泰ですわ。はい。ね、はい。で、続いて、P7 さんですね。私たちが普段普通に過ごす陰で、かけがえのない命が粗末に扱われていたことに本当に悲しく悔しいし、どうにかして助けてあげたいです。免許制度とできるもんならアニマルポリスがいればいいのにと思っています。ということでございますけど、そうですね。まあ、アニマルポリスは、まあ、ちょっとこの間あの動画で話しましたけど、兵庫県しか今はございません。で、やっぱりそのアニマルポリス、日本の法律が邪魔をしてるんですよね。これも動画で言いましたけど、せっかく虐待通報して助けたとしても、日本の法律で
保護期間というものが設置されてます。この保護期間が過ぎてしまうと、そのワンちゃんはもう殺処分されてしまうわけでございますからね。だからせっかく助けたとしても、どの道死なせてしまう可能性があるわけなんですね。だからアニマルポリスをむやみに増やしたとしても、やっぱ日本の法律が邪魔をしてるんで、ね、保護期間っていう邪魔しても、他の国には保護期間なんてないですよ。保護期間なんてないです。それもね、ちゃんと前の、説明しておりましたけどね、保護期間っていうのがあるせいで、日本の法律がこれ邪魔しているせいで、せっかく保護してもっていうところなんですよね。そうすると逆にこう、その虐待しているのを見つけたとしても通報しにくいんですよね。その瞬間は助けられたとしても、そのワンちゃんの寿命というか、まあ、生きている時間で考えると、あ、助けない方が良かったかもしれんって、殺されちゃうんだったら助けない方が良かったかもしれんとかね、そういう考えが出てきてしまったりもするんで、もうここの部分ですね、この法律の部分もやっぱりもう一度やっぱどんどん見直ししていかなきゃいけない部分ですよね。助けたとしても殺してしまうなら意味がないんですよ。それだけ、じゃあ何だったのそれって話になっちゃうんですけどね。で、続いてですね、U3C さんですね。U3C っていうのかな、これ。ちょっと読み方がわかりません。はい。ベルリンのペットに関する制度は素晴らしいですと。日本にも本当に見習ってほしいと。日本も無責任に飼う人が出ないようにするために、かつ動物愛護関連の制度や期間をしっかりさせるために、税制度を設けたらいいと思います。ということでございますけど。まあそうですね。先進国ではもう、ペット税みたいなのもあったりしますからね。ワンちゃんを、飼っていると一頭いくらみたいな感じでね。まあ車みたいなもんですよ。ね。あと講習会もね、やっぱ開いてもらうといいかもしれない。年に1回講習会出てくださいって。皆さん、ワンちゃん猫ちゃん飼ってる方は、近くのね、会場で必ず受けてくださいって。だって皆さん、だって狂犬病のハガキ来ますよね。あれで皆さん身元バレてるはずですから、分かってるはずですから、講習会来てくださいっていうハガキを送りゃいいね。やればいいね。国がやればいい。やらないでしょうね。でも国は。やらないでしょうね。はい、今一度、ワンちゃんを飼っている責任者の方、まあ、仕事があるから忙しいなんて、そんな言い訳通用するか。だったらなんでワンちゃん飼うんだよ、というふうにまあ思うんですけど、ちゃんと、出席してくださいと。で、受けてください、つって。ね。いう感じです。まあ、要は免許証と一緒ですね。車の免許の更新と一緒です。ね。しっかりと、必ずもう、講習に出てください、ということをね、やっていただきたいのと、まあ、税金ですか。一等いくらというのを取られるというわけですね。だから、過剰の、要はワンちゃんの飼育を増やすため、減らすためにね、減らすために一等いくら、ね。皆さんだったらどうです？一頭いくら、いくらぐらいなら出せますか？だからこんなこと言っちゃダメなんですよね。まあ、もし税制度が入ったとして、だいたい車が1万、今いくらですか？ごめんなさい。私そんなにたくさん車乗ってないんで、バイクが5000円か6000円ぐらい、6000円だったかな。それぐらいな、毎年増えてます。バイクがね。バイクが7000か6000ぐらいですね。増えてますので、で、軽もどうですか？ 1 万5000超えてましたっけ？今2万ぐらいいったか。だいたいそれぐらいですよね。で、高級車になったりとか、大型車になってくると、もうちょっとだいぶ上がってきますよね。はい、皆さんだったらどれぐらいが妥当だと思いますか？私は、まあ、1等、どうだろう。1万ぐらい。1等1万。ぐらいが妥当じゃない？で、その税金で、なんかこう、そのペット税で、税金で、いろいろこう、施設を作ってもらったりとか、まあ、やっぱり、なんて言
ていうのかな、まあアニマルポリスじゃないですけど、そういった組織を作ってもらったりとかね、取り締まる人を作ってもらったりとか、まあだって警察官も税金で動いてるわけですから、ね、要はペット税で、ペット専門でこう作ればいいし、そうすれば俺犬嫌いだもんとか、私ね猫嫌いだもんとか、そういう人たちは飼わないはずですから、そっからペット税はなくなります。その人らはペット税は払わないですから、お前らには関係ねえじゃんって言えますからね、言えますから、そういう風にやってきゃいいかなって思うけど、まあ、やらねえだろうなやらないだろうなやらねえだろうな。まあ皆さん、ちょっとよかったらコメント書いてみてください。どれぐらい、どれぐらいの金額が妥当だと思いますか。はい、で続いてですね、ギャラクシーさんですね、無責任な人間が増えてますね、ということで、まあ、これはね、実はまあ、増えているというか、もう昔からです。これはもうずっと昔から。ね、すごいですよ。昭和の時代なんていうのはね、ものすごかったです。あの、ワンちゃんをアクセサリーにしますから。そういう時代です。今みたいに動物愛護の時代は日本人なかったです。日本人なかったんですよ。ないんです。昭和初期の頃。ほんとね、そんななかったです。どうでしょう。今の世代、我々のその、おじいちゃん、おばあちゃん世代かな。それがもう、真っただかな、だったかな。その状態だった。あの、当時はもう、大きなカバンに入れて、その中にワンちゃんを入れるというのがアクセサリーだったんですよ。それがめっちゃ流行ってたっていう時代ですね。その昭和初期の時っていうか、それが流行ってた。で、そのブームが過ぎるとワンちゃん邪魔ですよね。ワンちゃん邪魔だからワンちゃんを山にこう捨てるんです。それが、あ、もう当たり前だった時代ですね。もう昔からなんですよ、これ。無責任っていうのは。昔から。で、ようやく、まあ、平成になってって時代がちょっと流れてきて、愛護の方に、力を注ぐようになったけど、もうその頃には、もう海外ではすごく厳しくなってますけど、日本は全然力入れて、無頓着だった。そんな状態でございました。100ダイヤさんですね、情報ありがとうございましたということで、お一言いただきましたありがとうございましたどうぞ参考になってあ、ちゃこれ邪魔すんな、ね、参考になったかと思いますんでね、ちょっとやっぱりコロナウイルスには皆さんね、まあ、あの本当にマスクで予防できるかちょっと疑問ですけれども、しっかり予防してあげてくださいね。あの自分で予防してマスクだとか、帰った時にはしっかりと身なりを拭き取ってあげるということでね、やってあげてください。はい。で続いて、JPN850R、まあ、イナゴライダーさんでございますね。ずっとありがとうございます。ご覧いただきましたね。はい。悪質ブリーダーはもう何十年も前から問題になっていたけど、行政は野放しでしたよね。と。一方で、私は問題のある飼い主もまだまだ無数に存在すると思います。毎年保健所に送られる犬や猫が1年あたり20から30万匹と、ガス室での、窒息処分動画をいくつも見ましたがって書いてありますね。まあ、これあのドリームハウスってやつですね。これね。まあなんか聞こえはいいように、あの専門用語をね、こう、名前つけてるんですけど、ね、そういう部屋でワンちゃんを、まあ、殺すというやつですね。で、この世の地獄そのものですね、と、もともとは誰かに飼われていたのが、めまいがするほど、詳細な理由でおもちゃみたいにいらなくなったら捨てると、みたいな。飼い主も資格制にしてどうしても飼えなくなった場合のペットの行き先を落として、ショップは上乗せ料金を徴収する制度があればいいと思います。ペットをショップで買うという方式もそろそろ転換期かもしれませんね。ということで、ございますけれども、そうですね。ペットショップどうしても買えなくなった場合のペットの行き先用としてショップは上乗せ料金。どう
しても買えなくなった。ショップは上乗せ料金徴収する制度があればいいと。ね、これもね、ちょっとね、紙一重なんだよね。紙一重なんですよ。この、一応ね、言いたいことはわかるんですよ。ショップがもうちょっとね、料金上乗せすれば買い取りもしてっていう形もやると思うんですけど、今のね、ご時世ね、その引き取り屋っていうのが出てるんで、引き取り屋。もうどうしても行かてないワンちゃん、猫ちゃんたちを、その引き取り屋というところで、もう何十万と出して引き取ってもらう。もう実地団体ももう引き取れませんよとかってね、今はもう断られる時代です。だから殺処分できな、しませんっていうふうに権限が今は出ました。ちょっと前は、絶対引き入れなきゃいけなかったんですけど、今はもう断ることが法律でできるようになりましたから、殺処分、ドリームハウス、ハウスでね、殺処分するのはもうダメですと。ちゃんと最後まで買いなさいっていうことが言えるように法律で変わりましたので、その点では大丈夫かもしれませんけど、ただどうしてもやっぱりこいつもいらんという形を取るような飼い主は、もう最悪もう大きなお金を出してでも引き取り屋というところに買ってもらうっていうね、っていうのが今実際あるんですよ。だからこのショップは上乗せ料金徴収っていうのがね、徴収する制度っていうのが、ちょっと紙一重じゃないかな。下手したら、引き取り屋と同じような末路になってしまうので、ちょっとね、ごめんなさい、考えが思いつかないです。すいません。ちょっと、思いつきません。すいません。お願いします。ありがとうございました。コメントね、いただきまして、ありがとうございました。すいません。ちょっとね、ちょっと考えが思いつかないですね。今はパッと思いつかないかな。すいません。はい。で、続いてですね、RMA さんなんですけれども、まだ刑が甘いと。逮捕だけじゃ済まない。死刑、終身刑が妥当だと思うっていうふうに、書かれてるんですけれども、本当はね、本当はそうなんですよ。もう本当はそうなんですけど、今の現状の日本の法律、この愛護違反で捕まった人たちっていうのは、今の現状、死刑、とか、無期懲役、まあ、要は終身刑ですね。これない。ないとされてます。実質ない。っていう方が正しいかな。実質ありません。実質ないです。なんでか。刑が重すぎるだろうっていうふうに、日本は判断するんですね。いやいやいや、ワンちゃん殺してるのに何が刑が重いだバカ野郎っていうふうに思うかもしれないんですけど、残念なことにね、本当にね、これね、日本の法律、ちょっと考えを変えなきゃいけないと思うんですけど、ワンちゃんというか、まあ、ワンちゃん限らず、愛護動物、小動物全部含めてですね、そういった動物関係は、物として見ます、日本は。法律上、物として見ます。物損という扱いですね。こういった携帯と同じような、扱いで見ます。だから、替えが効くでしょっていう風に判断するんですね。まあ、冷酷なことに。日本の法律は、いや、替えが効くでしょ、これ壊れても。物損ですから賠償金払えば替えが効くでしょっていう判断をします。生命として扱ってくれないですね。生命として扱うのも人間だけ、まあ、これが人権ですけど、だから要はこの物として見るから、物を壊したぐらいで、まあちょっと言い方悪いですけど、物を壊したぐらいで死刑だとか終身刑なんてのは重すぎるんじゃねえですかっていうのが日本の見方なんですね。だから実質死刑とか終身刑では今のない状態になっています。あるのが一番厳しいのが、有期懲役ですね。何年、刑務所入ってもらいますよとか。一番軽いのが科料ってやつね。
まあ、その中にも、金庫とか交流とか罰金とかねあるんですけど、まあ、カヨが一番刑罰としては、まあ、楽じゃなくて、軽いっていうか軽い状態ですね。これが今の日本の現状でございますね。はい、罰金と科料の、まあ、違いをちょこっと、まあ、お話してますけど、まあ、罰金っていうのがもう何百万、もう要は裁判所があなた500万払いなさいよって言って、来たら500万払わないといけないんですけど、科料になった場合はですね、1000円以上、1万円未満ですね、まあ、要は9999円までの金額指定されますから、それを払いなさいよっていうのが科料の金額。そんな払えるじゃん、簡単に払えるじゃんって思いますけど、これ前科がつきますからね、はい、前科というものがつきます、ね、こういった刑が あるわけなんですけど、まあやっぱりね、日本が小動物の関係を、まあ、ものとして見る以上は、この辺は変わらないのかもしれないですね。生命として扱う、まあ、新しくね、生命で、生命という分野ができれば、また違ってくるんでしょうけど、日本はね、ものとして見ますから、悲しいことに。まあ、本当に呆れちゃいますよね。うん。ね、もう本当にもう、死刑、もう言いたいことわかるんですよ。この死刑とか終身刑が妥当っていうのは、本当そう思うんですよ。もうやられた側からすればね。やられた側からすれば。もう何してくれと思うんやと。うちの子何してくれてんの、もうこの子は一人しかいないじゃん。ね。うちの子はもう一匹しかいないのに何してくれと思うんやと。ね。まあそういうふうに、やっぱ考えたりとかね、思ったりもするんですけど、日本は、もの、いやそれものでしょって。ものとして扱いますよって。いや、替えが効くでしょって。他のシェルティーを飼いなさいとか、他のワンちゃん飼いなさいって。そういう考えなんですよね、ちょっとつらい話してるとね、これはすごくつらいです。はい、ということでね、まあそういう状況ですね。はい、ということで、まあ今回ね、最新のまあお話ですが、まあニュースで話したことのコメントをお話しさせていただきました。で、まあ本当に皆さんのね、考えだとかお気持ちが、まあこれで読んで、すごくわかります。ところが、まあ今の現状、日本はこういう状況ですからね、やっぱり変えてもらわないといつまで経っても変わらないですよね。はい、コメントありがとうございました。